写真を始めたきっかけは、京都造形大学の染色コースに、進学しまして、その時にテキスタイルデザインを学びました。その時のツールの一つとしてカメラと出会い、それから、写真をやっております。学生の頃からは、セルフポートレート等々を撮っていましたが、結婚して妊娠出産を終えた後に、職業としてのカメラマンということで家族写真、ブライダル、などを今生業としております。今回のタイトルは、エロスということで、女性を撮影するのをライフワークとしております。その中でも子供を産んだ女性、母に焦点を当てて今回もやらせていただいています。母という存在自体が神格化される存在ではなくて、母の中にも女があり、母の中にもエロスがいる、あると思い、この作品を今回制作しました。エロスというのはその隠されたものではなくて、その見える部分、特にお母さん、母の場合でしたら手、その手はご飯も作るし、子供がお腹痛いと言ったらさする癒しの手でもあるし、愛し合う者との行為も、する手であります。その手がものすごく私の中でクローズアップされて、私のフィルターを通してこういう写真を今回撮りました。40代から50代後半の方の働くお母さんの手です。この会社自体が普段は私、高橋隆恵写真事務所の写真スタジオとして活用しています。ですので、こういう展覧会の時はそういう機材等々はなくしてしまって、一番シンプルな形で写真を見ていただけるようにさせていただいております。で、今回この A さんの再生和紙を使ってるんですけれども、こちらは大阪の再生工房さんっていう障害施設の方が一枚一枚手で漉いてくださってる紙で、KG プラスに参加させてもらってからずっとそちらの方の紙を使ってプリントしております。あまりここはその広い会場ではないので、端に立ってこう全体を見渡すっていうことを、こちらの壁と奥の壁等で見ていただくと、その一点一点をこうアップで見るのと、またこう集合体として見るっていう、その集合体のちょっとしたパワーがあるかなと思って、この展示をしております。展示の仕方にしています。なりわいとしての、写真撮影っていうのはものすごく一瞬で答えを出さないといけないんですね。かえってこういう自分がこう表現したいものっていうのは考えて時間をかけられるっていうことで、その両者があってバランスが取れるものだと思ってます。